どうもしょうです。これでかいよこれはい、ということで、私がねもう大好きなショップ、マンダラケさんで、購入した2万5000円分のね遊戯王オリパンになります。でかすぎるこれ。はい、まあ全部ね多分これ初期なんですよ。はい、カオスソルジャーとかジェミナエルフとかね、はい、こんな感じで、カードが挟まってますという感じで、今回はちょっと長いですよ。開けていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。ちょっとね袋外すのにこれ10分ぐらいかかりました。めちゃくちゃ頑丈でしたね。で、横にまずついてるカードがカオスソルジャーですね。これはプレミアムパークのやつかな。で、レーモンの召喚の初期と、すごいねこれ、ほんと初期ばっかり。死者創生、聖なるバリアミラーフォースのシークレット、ハーピーの羽冒険初期、ブラックデーモンズドラゴンのこれも初期ですね。ボリューム7とかだっけ、なんか入ってるやつですよね。時の魔術師、ジェミナイエルフ、ジェミナイエルフの初期もいいね。メタルカー反射アーマー、魔法反射装甲か、サウザンドドラゴン、サンダーボルト、相手モンスターを全て破壊する。出たねこれね。私の友達がね、あのデッキの中からもモンスター破壊してきたっていう、立ち悪かったな本当、心変わり。封印されしエグゾディアも初期ですね。デビルゾア、そして万華鏡華麗なる分子のウルトラ、で、ブラックなんだ、急になんか喋れなかった。レッドアイズブラックデーモン、ブラックドラゴンですね。はい、これで、かつね、かつこの山があるんですよ。これをですね、皆さんと一緒にね、ちょっとお宝探ししていこうかなと思います。多分ね、入ってるカードノーマルだと思うんですよね。ただね、初期なんで、もしかしたらブースターパックのね、結構面白いカード、マキャノンみたいなね、マジンガンとか、マジンガン違うか、マキャノンみたいなカードが見つかるかもしれません。では、開けていきましょう。キラーザクローとか。あれ?この太鼓の壺ってあれじゃないの?結構、レアなやつかな。私、あんまり見ないですね。太鼓の壺。あ、これちょっといきなりレア来たかな。キラーザクローと。よし、こんな感じでちょっと見ていきましょうか。はい、執念の剣、懐かしいね、これね。はい、で、あ、デーモンの召喚のノーマルか。これはなんだ ?EX とかに入ってるやつかな。あ、ペンギンソルジャーのノーマルいいですね。ブラックホール来た。ブラックホールとか普通に嬉しいカードだな。はい、強欲な壺初期ですね。自分のデッキからカード2枚引く。引いた後で強欲な壺を破壊するっていう。もうテキストが謎だよね。いいね。遺言状。あ、これ強かったな、ほんとな。密林の黒竜王。炎の魔人と。うん。ん?灼熱の槍。あ、こんなのもあったっけ?おー、これちょっとあんま見ないカード、あととこ。魔法剣士ネオ、レインボーフィッシュ、破壊のゴーレム、人食い虫いいね。うん、昆虫族のちゃんとした人食い虫です。バラに住む悪霊と、住むでいいんだね。カオスウィザード。これも気持ち悪いね。ホーリーエルフと混ざるんだ。で、パワーが1300になっちゃうのこれ。あんま強くないね。迷宮の魔戦車。あ、ニードルワーム懐かしいな。はい。あ、剣の城、ジレア来ましたね。うん。魔法トラップカード1枚につき500ダメージ与えるのか。おー、リバース効果でダメージ与えるやつね。黒き森の道もこれ強かったですね。トラップマスター、強欲な友もまた来た。落とし穴。あ、落とし穴もね、1000以上だ。これなんか効果ややこしいんだよね。相手フィールド上で表向きにしたモンスターの攻撃力が1000以上だった場合、落とし穴とそのモンスターを1体破壊することができるって、なんか周りくどいよね、すごいね。テキストが。はい、一食い虫、デーモンの召喚と。あ、和睦の使者もありましたね。うん、強かった。心変わりの普通のノーマル。メカハンター初期だ。1850強かったね。ブラックホール、クリッターも強かったですね。もうサーチは強いですよね。マタンゴとグレートホワイト、ちょっと逆になるのかな。はい、振り子刃の拷問機械のこちらノーマルの方ですね。よいしょ、バーバリアン2号、エンゼルイヤーズ、機械の兵隊、すごい、全部初期だ。魔性の月、サイクロプス。はい、マスターエキスパート、悪の無名戦士、レッドエース、海を守る戦士。これもあんま見ないな。ドラゴンヒューマン、ホワイトシフ、あ、雷戦に行きましたね。これ結構コンボだった。ミスターボンバー。うん、仮面魔道士とかね、バーバリアン2号、スケレンジェル1ドローできるやつだ。はい、イリュージョニストノーフェイス。よいしょ、またこっから逆だな。ほい。巨大な会長。巨大な会長もあんま見ないな。もう、これ牛を持ってんだよね。結構すごいでかいですよね。ノーフェイス、ロイヤルガード、ロイヤルガード、シーキングドラゴン。あ!カースオブドラゴンのノーマルだ。これもなんか EX とかかな。はい、イリュージョニストノーフェイス、黒竜、ロイヤルガード。はいはいはいと。あ、悪魔の血気持ち悪いですね。デビルコックとか、これ辺気持ち悪いよね、カードがね。うん、初期の遊戯王ほんと気持ち悪い。あ、ダークエルフは麗しいですね。うん、かわいい。あ、転がし。これもあんま見ないな、転がし。ふん転がしか。お、ちょっと取っとこう、これ。はい、ランプの魔性ラジン。一応ね、1枚ずつはね、コレクションしてるんですよ、初期のカードっていうの。私が持ってないカードはね、1枚ずつちょっとファイルに入れてコレクションしてるんですが、うん、レインボーフィッシュ。結構、かぶってるな。やっぱ持ってるのはな。はい、レインボーフィッシュ。ディアンケートいっぱい出てくるね。はい、プリベントラット。和睦の使者もいっぱい出てくるな、なんかな。キャノンソルジャーいいですね。キャノンソルジャーはちょっと特別。はい、特別枠。バーバリアも結構出てくると。ほい、執念の剣。このお宝発見感がやっぱ楽しいですよね、開けててね。
はい、第4目玉出たら見るやつね。お、ダークアーティスト、え、こんなのいたっけ。光属性の攻撃を受けた時このカードの守備力は半分になる。あ、700になっちゃうんだ。こんなのいたんだ。これ知らなかったな。あ、ヤドカリウムあんま見ないですね。うん、ほい、ミノケンタウロス、あ、懐かしいねこれね。さばきを下すとて、スケルゴン、スケルゴンもちょっとあんま見ないな。取っとこう。ほい、いやー、これ嬉しい。一気にコレクションが、うん、増えるよ。デーモンビーバーも、これも結構珍しいけど、持ってましたね。血の代償強かった。ハサミ打ち。あ、モーヤンの彼200ポイント回復する。これも持ってなかったですね。あ、持ってたかな、これ。うん。まあいいや、取っとこう。闇の発信権、闇の発信権。電撃ムチ、バーバリアン1号と。はい、ラーバモス、ゲールドグラの初期だ。これ結構なんか、最近でも使われるカードらしいですよね。3000ライフ払えば融合デッキからモンスター墓地に送れるのか。あ、そうかそうか、それで復活させるみたいな感じなのかな。それか融合モンスターが墓地に落ちてるかみたいな。ん？ブレードフライも結構レアですね。風属性のモンスターが500ポイントアップして地属性400ポイントダウンと。はい、あ、幻影の壁懐かしい。これ強かったな。1850だもんな、普通にな。はい、氷滑、アシッドクローラー、アルラウネ、アルラウネも持ってなかった。お、大食いグール、闇道化師の騒ぎ、アルラウネ、レッドエース、ダークキミラ。これ辺多分同じパックなのかな、もしかしたら。うん、トレントとかね、風の精霊。はい。お、氷来たね。詐欺すごい枚数だな。お、鎧ネズミ、東方の英雄。いや、でもここら辺のなんかノーマルカードってだけでもなんか味わいがあっていいね、やっぱね。うん、素晴らしいよ。トゥーンアリゲーター。出た、トゥーン。これね、トゥーンアリゲーターね。これトゥーンデッキにはでも入らないカードなんだよね。トゥーンアリゲーター。懐かしいな。ペールビースト、クレイジーフィッシュ、機械の兵隊、キラービー、ほいほいほい、魔法除去とかね。お、チャクラさん来ましたね。チャクラのこの気持ち悪さなかなかいいですよね。これ何があったんだろう、ここの端っこ。うん、チャクラいいね。ダイオメダマと、プリベントラット、ヒノコ、ミノタウルス、はい、プリベントラット。お、地雷雲ですね。待って、岩石の精霊、埴輪みたいだが、岩石の精霊、攻撃力、守備力ともにかなり強い。かなり強いってわけじゃないけど、埴輪よりは全然強いですね。これも持ってなかった。ギルティア、ギルティアとか懐かしいね、これね。あ、スカルビショップ、めっちゃかっこいい、これ。本当にかっこいいんだよ、これ。うん。なんだっけ、ヤスシだっけ。ヤスシのね、ヤスシがモチーフにしてるやつですよね。カイザードラゴンとかいたな、これ。うん、かっこよかった。なんか、見た目かっこよかったけど、うん、融合が難しかったな、当時はな。人電着、コマンダー、死者の腕。あ、これ結構最初の方だった気がする。運命のろうそく、ガーゴイル、ウンディーネ、邪竜、はい、無名戦士ね。アクアスネーク？ほう。尾の先についている弾で催眠術をかけ、相手を溺れさせる。これも持ってなかった。あ、ここら辺結構レアだな。モンスターテイマー。モンスターを自在に縛り、あ、縛りじゃない、操り攻撃してくる。命ある花瓶って、これあれじゃないの、なんだっけ、これなんか似たようなやついたよね。うん、生けてある花から花粉を飛ばし噛みついてくる生きている花瓶。あ、トードマスターとか、ちょっとここら辺はレアっぽいな。なんか、あ、ウォーアースとか、これ多分ブースターじゃない、ここら辺違うかな。うん、ちょっとブースター系はなかなか手に入んないで嬉しいですね。バーバリアンと、バーバリアンもう不足解消されたな。はい、よいしょ、行きましょう。あ、ダークエルフ、キノコマン、キノコマンも結構いいんじゃない？キノコマンもなかなか見ないよ。私結構ストレージ漁ってるんですけどね、初期のストレージ。永遠の渇水、神の息吹とかいいな、ここら辺結構嬉しいな。はい、あ、ジリアカードいい。おー、守備封じも出てきた。見習い魔女ですね。あ、いいですね、ここら辺のゾーン。はい、あ、また来てる、また来てる。うわ、懐かしい、ゼラの儀式。はい、悪魔鏡の儀式とか儀式系が一気に来ますね。エラーカードとか入ってないかな。カオスの儀式、あ、スカルライダーね。うん、スカルライダーの復活。これスカルライダーの復活だけかっこいいよね。カエルスライムとか、お、ツルプルンですね。まあ、状態は悪いですが、全然、うん、キラキラカードとして可愛いですね、普通にね。ジャッジマンのスーパーレアね。よいしょ。で、ここでこうして、ここでこうして、よくあるよね、こういう大容量まとめパック、順番がバラバラっていう。はい、支援の影武者、ラーバモス、メタモルポットの初期だ。おー、メタモルポットってなんかビジュアルがいいよね。覚醒、痛み分け、見習い魔女、ジレアはちょっと好きなんですよ。はい、謎の傀儡師、血の代償、謎の傀儡師、おい、魔剣とか来たね。よいしょ。ほい、ではこれ逆を一気に、よいしょ、こうして、これをこうじゃ。はい、魔法除去、覚醒、透明眼鏡と、マタンゴ。ん、なんか同じカードが結構被ってきたな。あ、ブルー忍者ね。ブルー忍者は、魔法カード1枚破壊するのか。ほい。あ、モンスターアイ
めっちゃ懐かしい。1000ライフ払うことで、自分の墓地から融合カードというふうに戻すことができる。これとかなんかいつか使い道出ないのかな。うわ、ここから落ちないと墓地に送られた時デッキの一番上に戻るって超邪魔なやつだ。うん、ここから落ちないと初めてですね、これ手に入れましたね。謎のくぐつしマタンゴ、はい、人造人間7号はね、直接攻撃の中で一番強かった気がする。あ、空の昆虫兵懐かしい。風属性のモンスター攻撃した時、1000アップと2000になるんですよね。あ、ビシュアランディ、ビシュアランディ持ってたっけ、持ってなかった気がすんな、これ。よし、あ、一気にこれコレクションが深まる。お、テンタクルプラント、これも持ってないですね。マンイーター的な感じですよね。近くに動くものがいると青いツルを伸ばして攻撃してくると。うん、いいですね、これは。ハープのせい懐かしい。攻撃封じもいいですね、結構好きです。はい、人造人間と、うん、細菌感染、お、細菌感染ジリアだ、やった。はい、普通に嬉しい。機械族に効かないんだっけ。あ、それは違うか。あ、機械族に、そう、効かないんだよ確かね。よいしょ、あ、なんか見えましたね今ね。クラッシュマン、ゲートキーパーと、はい、振り子刃、鎧武者ゾンビ出た、こういう守備力ゼロのやつね。はい、こんな感じでいって、よいしょ、紅葉鳥、あ、これもあったな。お、ジャベリンビートル、そしてローガーディアンと、チャクラの復活。うん、ジャベリンビートル、チャクラの復活の絵がエロいよね、ちょっとね。はい、当時の小学生にはちょっと刺激が強かったですね。よいしょ、ほい、レッグル、レッグルめっちゃ来たな。お、ホワイトシーフ、効果モンスターがいっぱい来ましたね。はい、この中にお宝あるのか。魅惑の回答は持ってる。謎の手、謎の手持ってなかったんじゃない。次元の狭間からね、腕を伸ばし攻撃してくる。鎧武者残機、うわ懐かしい。これ一騎打ちを好む、一瞬の隙をついて居合抜きで攻撃。あ、これは嬉しい。ちょっと待って、結構いいノーマルが手に入ってる。はい、お、時の魔術師普通に来たな。なんか、あ、なんかキラキラゾーン来た。よし、ゼラ、ゼラはかっこいいよね、ほんとね。うん、なんかエラーカードないかな。ゼラ、ローの祈り、あー、ローガーディアンほんと好きだよ。要塞クジラね、アンモナイト、うん、呪われし魔剣、トゥナリゲーター、よいしょ。ここからもうサクッといきましょうかね。あ、銀の弓だってジレアじゃないのもあるんだ。ほい、闇エネルギー、闇エネルギー、うん、あ、ゴブリンの飛躍懐かしい。フォローウィンドとかもほんと懐かしいな。あ、磁力の指輪ですね。魂の解放、あ、出た、ちょっとエロいやつね。うん、魂の解放と水の踊り子は本当にエロかった。うん、で、まあスパスパといっちゃいましょう。ここら辺は逆向きかな。トラコドン、よいしょ、トカゲ戦士、ドラゴヒューマン、トレント、はい、雷神の怒り、ナイトミア、お、アブソリューターも持ってないぞ。これ相手を鏡の中の世界に吸い込むことができる。お、いいんじゃない、これ強そう。あ、岩の戦士、岩の戦士すごい懐かしい。これ、非常に重たい岩石の剣を振り回す岩石の戦士。うんうん、岩石の巨兵は強かったけど、こっちはあんまりな、注目されなかったな。ウォーターガール、あ、これもエロいな。うん、はい、露出があればエロい全部。はい、マブラス、タイホーンと邪炎の翼。え、タイホーンって1200、1400ぐらいあるやつじゃなかったっけ。マブラス、マブラスもでもあんま見ない、持ってないな。うん、古代の透明がね、はいはいはい、ロイヤルガードね、はい、会長、よいしょ。お、聖なる鎖、これもなんかブースターっぽい匂いがしてる。はい、聖なる力で動きを封じることができると言われてる鎖。お、嬉しいぞこれ。うん、邪悪の鎖ってあったよね。キーミース、かわいいこれはい、とても小さな天使、可愛らしさに負け誰でも心を開いてしまう。心を開ける鍵ってことね。ああ、うまいね。はい、TM1 ランチャースパイダー、ホリーエルフと、ほい、キャットレディね。はい、うん、よいしょ、よいしょ。お、バサーゴ、破壊神バサーゴ、融合素材のモンスター一体の代わりにすることができるっていうね、元祖融合素材系ですよ。はい、あ、ドリームピエロね、マタンゴ、うん、マタンゴ、はい、プチリュー、デモンビーバー、スネークパーム、スネークパームほんとよく出るよね。スネークパームとなんかマスターエンエキスパートよく 見る気がする。はい、噛みましたが、メカレオンですね。うん、メカレオン、メカレオン持ってなかった。お、待って待って、なんだこれ、風の番人陣、こんなのいたっけ。うわー、やっぱ多分見ないのはね、基本的にブースターだと思うんですけど、うん、コピックス可愛いよね。陣、陣、ちょっと陣は知らんぞこれ全部知ってる人いたらぜひコメントください皆さん。あの、知らないカードあったら逆にあの、そういうコメントもお待ちしております。これ知らなかったみたいな。全部知ってる人いないんじゃないかな、このカード。うん、ケンタウロス、はい、東方の英雄とかね。もう今の遊戯王と比べたら全然違うよな、この通常モンスターの数よ。はい、攻撃封じ、攻撃封じ、すごい攻撃封じてくれた。プリベントラット、はいはいはい、ウンディーネと、うん、まあここら辺多分一緒の。ベビーゴン、ラージマウスとかね。お、ライマシン3画だ。はい、これも初期ですね。よいしょ。あ、発光の美少女出た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 。
バトルフェーズを終了させるんですよね、このカードがこっちに送られたらね。はい、あ、嬉しい、これ。あ、進化の前とか買わなければよかった。発光の美少女めっちゃ来るじゃん。シャドウグル、うわ、鳥でも守りを来る、カオスソルジャーの初期。はい、ウルトラですね。初期ウルトラ結構いいんじゃない？あ、デビルゾアとか普通に来た。よし、いや、これ、今、キラキラでかいな、今のところ。はい、メカザウルス、よいしょ。まあ、なんかちょっと面白いカードが出るまで、パパパッといきましょうか。うん、なんかね、なんかあるかな。もうなんか、あ、狼。狼？狼も結構いいんじゃないか。狼あんまり見ない気がするな。はい。お、初期融合だ。うわ、初期融合いいな。ジミナイルフもいいし、初期融合いいですね。赤い神バサーゴとかも結構なんかいいね。名前がかっこいいね、なんかね。無駄に名前がかっこいいシリーズね。よいしょ。裁きを下す女帝とかもね。お、プラグティカル。これも見たことないな。ほい。ほい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 。お、レアフィッシュだ。レアフィッシュちょっとこう、なんか名前が好き。マリンビスト。あ、あれ？これ知らないな。レアフィッシュの色違い。デスバード。な目行きすぎでしょ、これ。お、タクヒット？ドクロの人。あ、ドクロの人員もなんか結構、あんま見なかった気がするな。割とレアな気がする。お、メタルドラゴン。これ風の方ですね。キング、マリンビースト。よいしょ。ほい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 と。マグネッツ2号とか懐かしいですね。うん、マグネッツね。マーダーサーカス。出た、マーダーサーカスの方だ。ゾンビじゃない方ね。はい。アイルの証券師。懐かしい、これ。あれ、これ、城之内くんが使ってたやつだったかな。はい。金色の魔像と。はい。2頭持つキングレックスね。これのウルトラめっちゃかっこいい。デビルドラゴン。はい。アルラウネと。ほい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 。そう、ハニワの方はよく見るんだけど、さっきの岩石のなんちゃらはね、ちょっと初めて見ましたね。バロックス。1380、1530。すごいブースター集がすごいな。ちょっと取っとこう。はい、ブレードフライ、ジレアは取っときます。あ、しびれ薬ですね。機械族以外のモンスター、なんか機械族結構優遇されてるね。サンダードラゴン、サンダードラゴン懐かしいね。ジレアはやっぱいいわ。うん、好き。なんか好き、ジレアって。はい、ダークキメラ、これも結構中途半端なやつなんですよね。うん、で、岩石の巨兵、大嵐、懐かしい。大嵐はほんと強かったな。昼夜の大火事とかもこれもうほんと強かったね、これね。初期のあのゲームボーイのやつね。800ダメージはやっぱ、うん、だいぶ強いっすよ。はい、ブラックホール。なんかここら辺結構実用的なカードが出てきた。あ、革命だ。懐かしい。相手の手札1枚につき200ポイントのダメージを与えると。うん。あの、絵柄が好きっていう。火炎地獄、これ強かったね。これもう最強でしたね。大嵐、芸の壁、火炎地獄。よし。死者蘇生、死者蘇生も初期だもんな、これな。はい、ほい、ほい。よいしょ。さあ、残り。もう多分5分の1ぐらいになってきたかな。カマキラ、はい、クラッシュマン。よし、すっ飛ばしましょう、すっ飛ばしましょう。どんどん飛ばして見ていきましょう。ほいほいほい。なんか真新しいのないかな。うん、ふん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 。お、あ、出た、デスフット。このね、一瞬で倒せそうなモンスターね。あ、ハリケルはいいんじゃない。ハリケル、ハリケルもあんま見ないぞ。うん、900、200っていうのも。ハリケルはでもね、ゲームボーイ版の遊戯王でね、結構強いんですよ。序盤900が結構強かった気がするな。だいたい700とかだからね。やっぱカエルスライムとかね。お、千年ゴーレム懐かしい、これ。なんかスーパーマリオ64になんか似たようなの出てきた気がしたけど。うん。スーパーマリオ64だったっけな。なんかいたんですよね。お、メタルガーディアンもこれレアじゃないですか。なんとなくブースターっぽい匂いがする。太鼓の壺。よし。うん、いいね。ブースター系っぽいのはやっぱ、なんか好きだな。お、眠れる獅子だ。はい。700、1700。これも、うん、なんかストレージなかなかゲットできないんで、はい、良かったです。よしよしよし、楽しいなこれ。ほんと楽しいな。なんかお宝探ししてる。岩石カメッターもいたな。なんか今見えたけど。はい、呪われし魔剣。よいしょ。あ、ピントが合わなくなってきた。ほい。あ、死者の腕ね。岩石カメッター、これもいいですね。うん、ソードドラゴンね。うん、お、ネックハンター。うわ、これほんと気持ち悪いなこれ。遊戯王の初期はほんと気持ち悪いの多いけど、中でも群を抜いて気持ち悪いね、これね。うわぁ。はい。まあ、でも、なんか、レアっぽいんでね、バイオプラントね、B プラント。うん。グレートビル出た出た。丸飲みするやつだよね、これね。はい、ラーバス。うん、バグロスね。あ、イースタートのモアイが。これもなんかレアっぽいな。ちょっとイースタートのモアイ好き。はい。だって普通にあるもんね。あ、ハイプリーステスですね。ドリアードとか欲しいな。ドリアード。お、美しき魔物使い。これは持ってないぞ。性格が変わるんだ。ナイトリザード、これも色違い系かな、多分。うん、これ初めて見ましたね、ナイトリザード。いいいいね。
いい。あ、今回結構多いよ。なんだかんだで結構見ないカードが多かったんで、2万5000枚はちょっと高いけどね。うん、いいですよ。はい。まあ、うん、仮面魔導士、レックル、イリュージョンスノーフェイスと。はい。ガルーザス。あ、これなんか城之内くん使ってたやつ違うかな。はい。あ、沼地の魔獣王。なんだっけこれ。あ、これもそっか、融合素材か。うん。これはなんかよく攻略本に載ってたな。はい。ラージマースト。うん。うん。ほい、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 来ないかな、そろそろ。やばいやばいやばい。そろそろ、あと1枚ぐらい欲しいな。なんか、締めに1枚ぐらい。来い。あ、トードマスター、トードマスターいいな、トードマスター。ほい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、最後、アクアマドールとか入ってないかな、運よく。はい、はい。ほい、残機。最後、ウンディーネの後が、よいしょ。ディスクマシン、お前か。出たこれ。あの、裏返しにすれば出てこれないやつね。はい。よいしょ。ということで、本日ですね、2万5000円オリパ、開封してったわけなんですけども、新しくね、コレクションに加わるカードがもうこれだけあったっていうのはね、多分、ブースター限定のカード入ってたと思うんですよ。ブースターのね、カードって本当に手に入らなくてね、手に入れようとすると1枚400円とかなんか300円ぐらいするんですよね。結構高くてですね、あんまり手に入んないんで、まあ、ここら辺の聖なる鎖とかね、うん。うん、なかなか見ないカードが手に入ったんでよかったかなと思います。うん、テンタクルブランドとか初めて見たな、結構な。はい、という感じで、皆さんもぜひ初期好きな方はですね、こういうパック買ってみてください。たまになんかマンダラキさんに置いたんだよね、こういうのね。うん、やっぱいいね、かっこいいね、レッドアイズね。はい、ということで、長い時間ご苦労様でした。シャマでした。さよなら。